さやら王子こと猪木健一と申します。皆さん一度は鞘橋に足を運んで、ください。お願いします。1、2、3、さやら。どうもありがとうございました。はい、今日も始まりました。さやら王子の、ご縁結び、第2回目、よろしくお願いします。まあ、このタイトルにもある通り、ご縁結びなんですけれども、私もちょっと、まあ、狭山でご縁が、結ばれたなという形を今感じてます。まあ、僕はもともと縁もゆかりもなかった、狭山市で、本当に狭山茶ぐらいしか、正直分からなくて、初めて来た時はちょっととんでもないところに来てしまったかなという、感じがしました。まあ周りは茶畑と森ばかりで、あとに関しては、まあ駅前もう大きな商業施設とか、ネットカフェもない、本当に、まあ、商店街とか、そういった、ところだったので、ちょっと今まで、住んでた、地域とはだいぶ違って、ちょっとびっくりしたのをちょっと覚えています。まあ初めの1年ぐらいは、ただ会社と家の往復で、何もしないに関してもあんまり興味を持てなかったかなという部分が、多かったです。ちょっと寂しい思いをしながら、知らない街で、1年間過ごすという経験をしました。正直、まあ、その1年経ったぐらいの時に、あるお茶屋さんと、お茶屋さんに、ちょっと買い物に行って、そこで初めてちょっと、なんかお店買い物中にお話ができたりしたので、なんかそれから数回ぐらい通ってるうちに、ちょっと僕この町知らないので、狭山市を知らな全く知らないので、なんかいろんなお店とかいろんな人、ちょっとあったら紹介していただけませんかって話をしたら、いろんなちょっとお店を紹介してもらって、まあそれでそのお店に、行ってみたりしたんですよね。でそしたら何度かちょっと僕のことを行く前に紹介してもらっていたり、まあ入る時にもすごく溶け込みやすいようなちょっと雰囲気を、作ってくれて、それでちょっといろんなお店の人とご縁が、少し結ばれるようになってきた感じが、します。でその後ちょっと狭山市に住んで、まあそんなに時間経ってないくらいなんですけども、まあある結構大雨、これは結構な豪雨がありまして、ちょっと僕が住んだところではちょっと今まで見たことのない土砂災害注意報なんてちょっと埼玉で出るのかなっていう部分を、経験しまして、で避難所も正直わからない、まあ外見たら大洪水になってるっていう形でしたので、まあどうしようかなって少しながら、不安に、なってたら、ちょっとお茶屋さんからメールが来まして、避難場所分かりますかとか、大丈夫ですかと、いう感じのちょっとご連絡をいただいて、まあ僕ずっと長年一人暮らしをしているので、まあ正直あんまりご近所さんとの付き合いっていうのは正直なかった部分がありまして、でただそういったちょっとメールをいただいた中で、こういった付き合いとか、まあお気遣いいただいて、こういった部分が本当に、まあ昔は近所付き合いとかあったと思うんですけども、今は、そういった部分が非常になんか重要かなっていうのを感じました。まあそれから徐々にお茶屋さんもそうですけど、いろんなお店行って、お話しさせていただいて、今ではただ食事に行くっていう感じじゃなくて、まあ、
まあ、食事をしながら、まあ、世間話をしたり、なんかそこでいろんな人と会うと、まあ、そこでちょっと1時間2時間ちょっと経ってしまうという、それがちょっと当たり前のようになってきたり、まあ、例えばスーパーコンビニ行っても、まあ、そこでちょっとただ買い物して帰るだけじゃなくて誰かに声かけられることとか多くなったり、そこでまあご挨拶程度ですけども、ちょっと立ち話をしたりっていうのはなんか全然最近そういうのが、増えてきましたね。はい、まあいろいろそういう経験があり、今ではまあ狭山市に限らず、所沢市、日高市、あと入間市と、いったところのお店の方だったり、そういう人たちとも、またご縁が、ちょっと広がっているなっていう部分がありますので、ちょっとそういうのをもっとたくさん続けていきたいかなと思います。であとに関して、まあ、僕は狭山市でちょっと、まあ、Facebook とか、そういった SNS を使った中で、狭山市の紹介をしているんですが、一応お店、長年ちょっと狭山に住んでる方でもこの店行ったことなかった、この店知らなかったという形でどんどん行ってくれる方が、増えたり、まあ、Facebook で僕の投稿を紹介してくれたり、全く知らない人が僕の投稿に書き込んでくれたり、またお店の人が猪木さんの投稿を見て来てくれたよっていう形のちょっと、情報もいただいたり、やっぱそういうので、聞いて嬉しくなりますね。まあ、その人が若い人もから、まあ、中高年の人、年配の方まで、そういったもう長年住んでる人たちでもやっぱり地元の再発見をできてるのかなっていう部分で、結構僕的にも、嬉しい、情報ですね。でそれから飲食店の方に言われるのが、飲食店やってるとなかなか、市内の他の店もわからないっていう形が言われてて、だから他の店を知ることが逆にできて、それで休みの方時に行ってみようかなっていう部分で、なんか飲食店さん同士の交流も少し増えてきてるのかなっていう部分がありますので、ちょっとそちらの方も、非常に、ちょっと嬉しく、感じています。まあ、あと、まあ、こういったちょっとコロナ禍っていうことで、僕もやっぱ Facebook で、特に初めの頃、コロナが、まあ、流行りだした緊急事態宣言だとか、そういった何回も、まん延防止が出されている中で、やっぱ投稿するのにもやっぱみんなが行っちゃうっていう、まあ、楽しい投稿を出してるとちょっとみんなが、ちょっと行っちゃったりとか、あとはなかなかやっぱりこういった時にやっぱ楽しい投稿は避けるべきかなとか、いろいろちょっと考えることもあったり、まあ本当にちょっと少し投稿を控えてくれみたいな、形も若干、来ることもありましたし、で僕が、いろいろ動きも張っちゃってるたので、猪木さんが自分で動いてて心配ですってみたいないう形のちょっと投稿も来たんですよね。逆にでも僕はちょっと一人暮らしなんで、スーパーとか、コンビニとかで逆に並ぶより、個人店の店へ行くことが多いんですけど、そういった店の方が正直混まない部分はスーパーに比べてね、ちょっと短時間で、帰れるしという形もあって、そういったところはちょっとテイクアウトしてて、逆にそういった密には逆にならないのかなっていう部分も僕的には感じてまして、またお店の方のやっぱ顔を見れるだけで、なんか現状を知るだけで、まあ結構僕的にも安心できるかなっていう部分があって言ってました。でそういった投稿とか、どうしようかなって考えているときに、まあ、ある人から、猪木さんには猪木さんしかできないことがあるから、それを、ちゃんと考えてやっていければいいんじゃないかなっていう、お店の人もこういう時だし喜ぶという形で、僕しかできないこともあるのかなっていう思って、またちょっといろんなね、投稿をまた再開、
しました。ちょっとまあいろいろ、まあ、居酒屋さんとかなかなかね、悪い、ちょっとイメージが逆についちゃってますけど、でもそういうところで居酒屋さんが、まあ、テイクアウトだったりランチを始めたり、いろいろちょっと頑張ってる、姿を目撃して、まあ、見て、まあ、すごい僕的にも励みになったかなと思います。まあそうですね、そういうことが、ちょっといろいろね考えることはあったんですけど、いろいろ、まあ初めの頃は大分の方で多分別府かな、ちょっとこちらの方でエール飯っていうのをちょっと始めて、まあ実際僕もその別府の方に電話して、こういった狭山でも使っていいかなっていう部分を、実際初めて狭山エールメスっていうのを結構投稿し始めたんですよね。そしたらちょっとある飲食店の方がそのシールを作ってくれて、狭山エールメスというで、いろんな人のとこのお弁当屋さんで、ちょっとそういう、貼らせてもらっていいですかっていう形で、これを紹介していいですかっていう、みんな快く、喜んでくれて、そういうのを、投稿し始めました。でそういったらなんか大分はじめ、まあ、東村山だとか、そういうところでも結構始めてて、でちょっと今でもインスタグラムではちょっと別府の人とか、まあ、東村山の人だとか、そういう人からもまだ、ちょっとインスタグラムにいいねの反応をちょっといただいてて、ちょっと会ったことはないんですけど、そういったなんか出会いがずっと続いてるかなっていう部分がありますので、ちょっとそういったことも、まあ、会えないんですけど、実際知らない方ですけども、なんかそういうの、つながっていく、いい、環境じゃないかなと、ちょっと思いました。まあ、全国の、いろいろ飲食店さんとか頑張ってますけど、ちょっとそういった部分を後押ししていければなと、もうちょっと思いました。今は僕は狭山に住んでまだ5年目ですけども、まだまだなんか知らない店っていうのはもちろんいっぱいあります。で今でも、まあ、新しい店、知らない店見つけて、まあ、どうぞとちょっと入っていくんですけども、なんだろう、なんか皆さんは逆になんか一人じゃ行くのがちょっと怖いとか、そういったちょっと人たちもいて、一緒にね今僕の投稿を見てくれた人とか、僕の知り合いだとか一緒にお店ちょっと訪問することもあるんですけど、ちょっとねこれからもまあ永遠ですかね、ちょっとそういうのを探し続けて、行きたいと思います。でまあゲストとかも、呼んで、ちょっとその人たちの生の声を聞いていただいたり、生の狭山を知っていただいたりという形でちょっと実感していただければなと思います。あとまあまだちょっと未確定ではありますけども、まあ6月頃を今目安としておりますが、ちょっとその狭山の紹介の、まあ、ツアーではないんですけど、まあ、そういったちょっとリアルな、ちょっと、まあ、狭山散歩をちょっと今企画したりしてて、皆さんと、一緒に狭山を歩くことができればなと思ったりしてます。次回もお楽しみください。狭山ではちょっとペットボトルも売られております。